ねえねえ、うちの長十郎も今年高3じゃん。最近進路に悩んでるみたいで。あ、そうだ、よしみんちのとよめくんとずきんちのしゅんげつちゃんは進路についてどう考えてる感じ？うちのとよめくん、なんだか急に女性にモテたいとか言い出しちゃって、ルピナスの梨スイーツになるらしいよ。あの真面目なイメージのとよめくんが？珍しいね。うちの秋月はなんか刺激のある生き方は飽きたわとか言い出して、今後は普通の梨として生活したいらしいんだよね。どうもお世話様です。へえ、そうなんだ。ただいま。はーい。ちょうちゃん、今いい？だってみんなの進路にかなりギャップを感じたけど、自分の進みたい道に行くみたいだよ。ちょうちゃんは何が一番やりたいの？僕はやっぱり爽やかでサックサクな人生で行きたい。サックサクで美味しい梨サブレ。というわけでキーワードはサクサクです。ぜひ応募してね。このチャンネルはリフ町の魅力を PR する動画もアップしていますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。